皆さんこんにちは、ミルです。今日はフォロワーの方からたくさんリクエストをいただいていた二次元ケーキ、コミックケーキというものを作っていこうと思います。たくさんリクエストをいただいて初めて知ったケーキだったんですけど、すっごく可愛かったので、今回はね、韓国の方を真似して作っていこうかなと思います。ではスタート。まずはこのスポンジケーキを焼くにあたってのクッキングシートの折り方を説明したいと思います。他にも消毒してあって綺麗に拭いてある状態です。だいたい自分の、ね、使う型から3センチプラスで切っていきます。重ねたホッチキスで留めます。こうやって広げた状態のクッキングシート下から1センチ折ります。倒してあげてこれを敷き詰めるって感じです。これで生地を仕込んでこの中に流し入れるって感じです。では生地を仕込んでいきます。これが私がいつも使っているスポンジケーキの材料たちです。あと仕込んで 2D ケーキを作っていきたいと思います。すごいおすすめのレシピなので、ぜひ皆さんも初めて挑戦する方とかもチャレンジしてみてください。急に文字と言葉になってしまって本当にごめんなさい。この後は材料を加えて混ぜるだけなので簡単かなとは思うんですけど、一つ注意があって、丸3番で混ぜ合わせた生地はその後すぐ加えるのではなく、丸4番の薄力粉を加えた工程の後丸3番の生地を加えるので、そこだけ注意してください。オーブンの方で30分様子見ながら焼いてるんですけど、これがいつもね、私が暇な時に作ってるスポンジのストックになります。こういうねこれちょっと恥ずかしいんですけど、11月15日に作ってから約1ヶ月ぐらい冷凍できます。塊ごと冷凍するんじゃなくて、焼き終わった後4枚スライスにして冷凍するようにしてます。で、ね、日付書いとかないとこれいつのみたいになっちゃうので、みんな気をつけてください。今日はミニミニ 2D ケーキを作りたいので 8.5cm×5cm のセルクルでスポンジ生地を切り抜いて、ちっちゃいショートケーキを4つ作っていきたいと思います。スポンジがさ、ポロポロするのが私すごい嫌なの。これさ、1枚から何個取れるの。ちょっと一旦切ってみる。うわ、かわいい。2枚しか取れない。え、もったいなくない。なんか、え、待って、これどうしよう、もったいない。何かさ、案ないかな。したい。したら、え、でね、これでさ、1枚っていいかな。なんかなんとなくやったらさ、1枚になったんだけど、まずはここの端は使わない。あ、こうやって2個取ったら、で、ラップして保管しておきます。ベーシックでもうノーマルのケーキ作りたいよっていう方に向けて の永久保存の動画にしたくて、いちごもバナナも動画内では使ったことがあるんですけど、今回はこれでやっていこうと思います。だいたい1センチもいかないぐらい、8ミリとかの厚さで切っていきます。え、今日のさ、とちょうとめっちゃビジュいい。帽子かぶっててさ、超かわいい。超かわいい。え、これ一箱で700キロカロリーもすんだけど、初めて知った。え、怖い。
砂糖大さじ3杯。呼吸してる砂糖が。ほら、ポコポコ。適宜ぐらい入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。固めに立て終わりました。さっきからさずっと眺めててさ、あの今日も生クリーム1個だなって。早速組み立てに入っていきたいと思います。やばい、超楽しみ。4回もホールケーキのさナッペがあるってこと嬉しい。ミニケーキを4つっていうことだったので、韓国のケーキでよく見かけるこういう白い板板みたいなのあるじゃないですか。セリアのプラダン、プラダンっていうこのプラスチック板で代用していこうと思います。もう今日だけ、消毒もできるしいいなと思って買いました。で持って帰ってくる時にね、ちょっと大きすぎたんでちょっと折って持って帰ってきました。夢中でやってました。こんな感じで4枚ね、ケーキ板みたいのを作りました。よし、組み立てだ。1、2、3、4、5、1、2、3、4、4個にします。このコロネの中に移し替えてきました。え、これ待って、日暮れるとかないよね。いや、もう無理、始めれた。4つともできました。じゃーん、できました。これってコミックケーキとも言われてるみたいで、確かになんかね、浮き出てるように見えると思って、可愛いです。すごい、あーすごい可愛い。いびつなところとかもあるんですけど、ちょっと難しかったなっていう感じです。
中身もねちょっとライン引いてみたんですけどもめちゃめちゃ可愛い写真にいっぱい収めました。ではいただきます。これ一人前のさホールケーキっていう感じでめっちゃ特別感あっていい。一人でホールケーキ食べてる感覚になれるから最高。うん、美味しい。ホールケーキ渡すのはちょっと気が引けるけどみたいな、お祝いしたい気持ちを伝えたいからこういうミニホール作ってみようかなっていう方とかすごくおすすめです。しかもさ今流行りのケーキな感じがさすごく可愛いし、これ永久保存版です。全然めっちゃ普通に美味しいんだけど、生クリームの色変えれば推しケーキにもなるから、すごく皆さんも作ってみてほしい。いちごチョコバナナってさ最高じゃん。なんかこの中身とかも旬のフルーツとか使ってカスタムして使ってくれたらとてもね、いろんな2種類のケーキが作れると思うので、ぜひ皆さんも作ってみてください。すぐ食べれちゃう。これ今日は最後まで見てくださり本当にありがとうございます。ここ数日の間で一番ねリクエストの多かった立体ケーキ、 2D ケーキ、コミックケーキというものを作ってみたんですけど、もうめちゃめちゃ可愛くて大成功したので、ぜひ皆さんもね作ってみてほしいなって思います。永久保存版というか形で残させていただきたいなと思っているので、皆様ねたくさんアレンジしてみてください。また次の動画でお会いできますように。バイバーイ。